マルチプレイ、インターネットプレイ。フレンド、誰とでも、誰とでも。自分で部屋作れるタイプだったらいいんだけどな。グループを作る。あ、作ろうと思えば作れるね。リスト更新戻る。ただこれで全てのグループってわけはないだろうから、一部分だけが見れるのかな。決定。ハンタータワー、クライマータワー、チェイサータワー。ハンタータワーは普通のお化けを捕まえる。クライマータワーは時間切れになる前に脱出。チェイサータワーはダークライトでお化けを見つけて捕まえろ。とりあえずハンタータワー。フロア数は5、10、25。25は長いな。とりあえず5で。レベルはノーマル、ハード、エキスパート。まあノーマルで OK。 他のプレイヤーを待つ。 Y にすると今の状況が見れる。ってことはちょっとの間待ちだな。まあ、待ち時間はカットかな、編集するときは。で、十字ボタンで。Thank you very much. Good job. この4つの十字ボタンの、ジェスチャーで話すって感じが。お、1人来た。これは何なんだろう。4人揃うまでできないのかな。2人とかでもいけるのかな。まあ、出発するってボタンがないから、多分4人揃うまで待っとかないといけないんだと思う。緑ルイージ、青ルイージ。左下にメダルみたいなのついてるな。やったことあるってことかな。2人目。OK。で、A を押したら、あ、減った、減った、2人減った。さっき4人いたのに急に2人になった。あ、やっぱ2人になってる。制限時間5分。時間。あ、なんか吸い込まれた。ワープ。なんかこれあれだな、スパイスパイをちょっと思い出すような。ダメージ2しか食らわなかったから。上にライトのとこある。まさか逃走されてるとは思ってないでしょうね。笑い。こっちこっち、遠いな。こっちこっち、ワープしよう。あんまりワープできない。あ、部屋をクリアした。自分とは関係ないところで。あれ、偽物か。あ、そういうことか。下のマップで緑になってないところは偽物でいいのか。見てる人かもしれないね。かもね。この辺開けても何も出てこないんだけど、結構寂しいな。剣振るの早っ。えらい小刻みだよ。振り上げてる途中で剣振られちゃった。なんか向こうがすごいサクサク動いてるんだけど、これ役立たずだな。お、はてな。あー、すげえラグだ。落ちた。一人になっちゃったよ。これどうしようか。マルチメニューに戻る。さすがに一人になっちゃうのは寂しいな。戻ろうか、一遍メニューに戻ろう。ネットワーク環境が安定していないのか、むしろ配信をしているせいで俺の回線が細くなっているのかもしれない。
一応もう一度部屋を作り直して、すべてのお化けをつかめるのじゃ。あ、全員同じ部屋から始まるわけでもないんだな。右上だなこれ。吸い込まれた。お、鍵の部屋。こっちこっちは上だっけ。二人がかりで捕まえることもできる。ゲーッ。部屋をクリアしたら鍵は出ないのかい。あー、ダークライトで消えてる可能性もあるんだ。なるほどね。いるいる。お化けすっごいいっぱいいる。よし、フロアクリア。クリアするとどうなんだろう。赤コインチャレンジ。うん、遠い遠い。上は俺が行く。ん？あ、こういうことか。ゲットゲット。残り1個が間に合わないんじゃないかこれ。あ、間に合った。よーし、クリア。チームマネー。お、105。一応一番活躍してる。捕まえた敵5、与えたダメージ38。ああ、結構細かく見れるね。で、下の画面がそれぞれ結構評価出てる。なるほどね、これは面白い。あ、そしてなんかかける3を来い。俺に、あ、俺には来ない。全然 ずっと同じ色じゃん。で、これボーナスかなんかかな。あ、赤コイン取るとこのボーナスの顔の数が増えるのかな。なんかみんなくっついてるのに俺だけ遠いみたいな。まあ、あの部屋は任せちゃおうか。まずは探索探索。爆弾。ん？なんだあれ。やっぱ爆弾だよな。あの奥の部屋で戦ってるのか。あ、戦ってる戦ってる。手伝うぜ。クリアしたのはいいけど、特に鍵とかはないのか。結構ライトつける場所多いんだけど、中から何か出てきた覚えがないっていう寂しさ。わあ、ああ、このグラフィックはそういう意味なのか。赤コインチャレンジになってる。どこに来るかな。ここ来る。まあ、操作性は飛び抜けてゲームキューブ版の方がいいけど。全部取られちゃった。この回ほぼ何もしてない。
お、ゼロのゼロ、すごい役立たずだ。1しかダメージ与えてない。あ、でもたくさんの家具を調べた調査員だから許しておくれっていう。で全員分フィニッシャー。自分の姿出てもいないよ。さあとりあえず5回をクリアしてしまいたい。いいね、もう完璧に協力っていうよりももう競争になってるけどね。よし、今回は活躍させていただきます。爆弾痛い、初ダメージ。おーし、フルかけるね。よし、結構頑張った。ライトはアイテムとかだけなのかな。ほんと何も出ないな。オーバーヒー、痛い、ダメージ。んこれは、あ、部屋変えると消えちゃった。鍵持ってるやつ来ないと意味ないんじゃないのかなこれ。一人落ちた。ルールを理解していないのかな。ルール理解してねえ。鍵持ってるやつが来ないと進めないのにこっち来てくれない。何やってるんだ。ちょっと、マジ勘弁してくれ。同じ行動をずっと繰り返してるだけじゃないか。ちょっとマジで勘弁してほしいんだけど、こういうのわざと。救済はないのか。救済はちょっと、ま、マジで勘弁してほしいんだけど。え、なんなの？これわざとか？そうみたいですね。わざとか。これパクれないのか。どうにかして無理やり。無理やり相手の鍵をパクるとかそういうの選べないんだ。ルール理解してないだけなのか。
これはひどいな。無理やり取れるとか。ぶつかれば鍵を取れますよ。ぶつかるってどうやってぶつかるの？ダッシュでぶつかるのか。そういうことか。これひで。おお、落とした。ちょっとマジで。こいつ最悪だな。ゲームオーバー。これだったら一人でやった方がマシだわっていう。なんだろう、普通寝とけならキックされてるよこれ。どうしようかな。とりあえずクライマータワーにしてみようか。次はハンタータワーもクリアまでは行きたいんだけど。とりあえず一人でやってやろうかって思うな。あ、これね、俺のメインで使ってる 3DS じゃないから。お、鍵ゲットされてしまった。ん？これダークライト。開かない。あ、ここ鍵の場所だ。パチパチ、おーし、よし。でここも開けてくれてる。行こう行こう。戦いが始まっている。おーし、今回のメンバーはちゃんとクリアまでいけそうな感じだな。よし、これはクリア。赤コインチャレンジ。さあその辺はお楽しみに。俺この部屋で待機しておくか。アッキー近い。ダメだ、間に合わない。2つ目ゲットしたかったな。チームマネは目標600なんだな。お、暴れん坊、お金持ち。暴れん坊って、友達をたくさんこかした。お化けをたくさん横取りした。一人ぼっち。一個取った。来ないかな。これは何なんだろう。ダークライト。消えているものの場所がわかるとかかな。
まあ、その辺も後でちょっと調べてみよう。カーペットを引っ張れば穴にはまったチームメイトを助けられるぞ。ここはお化けいる、いきなりいる。ゲージ。よし。鍵も発見。ここか、鍵の部屋。鍵の部屋を開けたのはいいけど、特に何かあるわけじゃない。うん、あまり意味がない。この奥でお化けと戦ってる手伝いをした方がいいな。ん、お化けいないのか。ここになんか消えてる。終わってないの、ここだな。あ、いた。で、よし、クリア。赤コインは同じ部屋にいたら取れないから別の部屋に行こう。ルート的にはこっち取ってから下なんだけど、ダメか、間に合わないか。これはあー、よかった、順調だ、ちゃんとクリアできそうだと。あー、評価行く前に終わっちゃった。ほい、こん、こい、よし来た。これどういう効果だろう。敵を吸い込むだけで回復できるとかかな。メディカルバーキューム、お化けを吸ってみんなにハートをプレゼント。おお、いきなり呼ばれてる。痛い。ここか。ん？まだ戦い終わってないのに。まだここ終わってないだろう。あと何が足りないんだ。下か。何が終わってないんだ。調べないといけないのか、出した後に。あ、やっと出た。よし、あとはお前で終わりか。あ、とどめ持ってかれちゃった。赤コインはここに出ることを予測しておこう。来た。
赤コインないんだけど、この部屋あることになってるけど。赤コイン隠されてることも あるってことなのか。普通にあるかと思ったら全然なかった。役立たずだったな。一応目標の600は超えれそうだけど。一応赤コインチャレンジは失敗しても大丈夫が、次の回に行ける。読み込みが止まってしまっている。あ、よかった一人落ちたけど、最後まで行ってしまおう。頑張ってください。わら、よし。ん、なんか捕まった。まだいるじゃん。部屋をクリアしたっていうのは別部屋のことか。あ、なんか捕まってる。Thank you very much. うん、OK。上は偽物だからこっちか。ストーリーはちょっときついな、この敵の量。まずはその邪魔なものを消してから。一気にゴー。鍵どこだろう。あ、あった。グッドジョーブ。ちょっといっぱいいる。よーし、よし、フロアクリア。この辺の位置キープだな。見事にない。一枚もゲットできないフラグだ。しまってる。あ、3人だから3つしかないのか。あれ？まだ行ってない部屋か。あ、そういうこともあるんだ。目標を行くとどうなんだろう。あ、オバキュームがレベルアップ。フィニッシャーだけど赤カインはもらえなかったよ。そして最後はボスフロア。お、屋上だ。なんかボロボロな屋上だ。ボスどこよ。あ、いた、いた。ザコもいっぱいいる。痛い。お金とか出てくるんだ。300。おーっと、レベル2のプルまでは厳しいか。
レベル1分のプルでいいか。武器持ったやつが。こっち雑魚の露払いをしといてっと。よし、これでなんか知らんが、あ、フィニッシュだけもらえるかと思ったけど、最上階をクリア、ハンタータワートータルタイム、そんなかからないな。2位だ。順位何でいるんだろうな。普通にワット数かな。でボーナスがもらえるっていうことか。